中性子の構造と性質ということで2回に分けてお伝えしていくわけなんですけども、えーまあ、結論からつけますと中性子に関してはよく分かっていないというのが現実です今の宇宙開発というかです、ね、宇宙技術ではまだその中性子に関しては詳細な情報というのは全く見つかっていないですねただ分かっている範囲でいうとまあこの程度でございます えまず、中性子の構造と性質ということで、えー、表面なんですけども、はい、えー、崩落事故が起きました。すいません。 はい。ということで、改めて、中性子の表面は通常の原子核や電子で、えー、成り立ちます。えー、大気の厚さは約1メートルほどだと言われていますね、えー。その下には固体の地殻が存在すると見られておりますで。さらに内部構造を見ていきますと、中性子過剰核と呼ばれている非常に中性子の多い原子核でできた層があると、えー。このようなです、ねえー、原子核は地球上では非常に短時間で崩壊してしまいます。 しかし中性子内部では非常に圧力が高いために安定して存在できるというのが分かっていますさらに内部を沈んでいきますと、えー、原子核原子核から中性子が外へ漏れ出す中性子ドリップと呼ばれている現象が見られるようになります、えー、この領域には原子核と自由電子そして自由,、えー、自由中性子が存在すると見られていましてさらに内部に進みますと原子核が溶け合って一斉の物質 えー、中性子と少量の用子、電子からなる、えー、こちらの超流動層というものが、えー、超流動層となります、えー。中心部のコアと呼ばれている高密度の領域の構造は詳細不明です。しかし、 核、えー、子と電子だけでなく、えー、パイ中堅子そして軽中堅子といった、えー、中間子の凝縮と呼ばれている原子、えー、こと、そして核子以外のバリオンである、えー、パイクロが、えー、出現すると見られております。えー、最も中心部の高密で領域ではクオークとなるもの、えー、クォークからなる超流動体で、えー、構成されているという説があるということですね。まあ結構、 えー、曖昧な表,表現があったと思うので、中性子に関しては今の技術では宇宙科学ではよく分かっていないというのが現実ということなんですね。えー、ということで、まあ、ここまで第3弾中性子について、まあ、お話しさせていただいたんですけども、まあ、やはり結論からつけると、えー、宇宙の開発はまだまだ進んでいない発展登場だということがお分かりいただけるかなとは思います。えー、ボイジャー探査機がですね、今現在太陽系の、えー、ハローから飛び出して、 えー、いますけども、えー、数年後にはこの活動が終えてしまうので、おそらく中性子とかには行,き行けないんですよね、隣の、えーま、構成形にもたどり着けないかと思うので、えー、この中性子について調べるのは、さらに、えー、先の話ということになるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そらく実際に行ってみないと、この中性子に関しては全く多分わからないんじゃないかなと思います。ということで、本日は最後までご視聴ありがとうございました。